ブルーベリー、ビルベリー、ルテイン、アスタキサンチン、ビタミン E、 目に良いとされている商材はたくさんありますが、私が一番注目しているのはルテインです。緑黄色野菜成分でいうと、ほうれん草10束分ぐらい、食べることができれば1日の、ルテイン量は摂取できますが、まずそれは無理ですのでサプリメントで摂ります。このルテインはアメリカでは、加齢性黄斑変性症、目の血管が詰まって、眼底出血を起こしてしまいに、物が歪むだけじゃなしに真ん中が真っ黒になって、見えなくなる、欧米、では中等失明率ナンバーワンの病気ですね。この、病気に欧米ではルテインを活用しております。予防だけじゃなしに予防治療両方に活躍しております。その、ルテインを摂取してそれが目の中へ行くことができれば、いろんな、眼病で お悩みの方、その進行を止めたり軽減する近道になると思っております。1日量は脂肪、予防量でいうと、10ミリまで、治療量になると20から30ミリ必要になってきます。でビルベリーエキスの場合は、この場合一応ルテインの脇役、ルテインが一応主役で、脇役でルテインを補助する形、まあ、夜のちょっと、暗視暗いところの視力を上げたり、網膜の栄養素になります。その他の、目の栄養素、はたくさんありますが、この2つが一番、群を抜いてると思います。ただし、ルテインは吸収しにくい、目の中へ運びにくい、壊れやすい、そういった、弱点もあります。